サモン岳は、福井県と岐阜県境、両白山地の南部にある、コシ山地を形成する山の一つ。近隣には平家岳、日ヶ岳がある。東側は、関市板取を流れる板取川の水源である。西側は、ネオ東谷川の水源である。登山口手前に溶水発電所した池がある。サモン岳に降った雨の一部は、板取川から長良川を経て、 国営木染川公園の先で伊比川へ合流し、伊勢湾に流れ込み、また一部は、根尾東谷川から根尾川から伊比川を経て長良川を合流して、伊勢湾に注がれる。地元では、名前の由来は、山の持ち主が多左衛門であることから、左門だけとなったと言われている。福井県側では名前についての遺説がある。福井県側では、板取村、越伝度、 エッパの三つの村の山ということで、三村学と呼ばれていたが、明治四十三年陸地測量部の妊婦として、案内に出た村人の発音が不明瞭であったため、三角学となり、後に左門だけになったと言われている。沢筋の道路なので梅雨時期と台風の後は入山できない。矢部に覆われており柿登山は、見晴らしが効かないため推奨されていない。春先から梅雨時期前、 台風シーズン後の晩秋が登山シーズンとなる。岐阜県でも有数の豪雪地帯であり、2から3メートルの積雪に覆われるので陶器の登山には不向きである。また、上大スダムによってできた人造湖の周りは周遊道になっているが、右岸明神山川が土砂崩れを起こしており、湖の東側は完全通行止めとなっている。左岸は車両通行止めであるが、 徒歩での入山は可能である。しかし落石に注意が必要。東海北陸自動車道美野インターチェンジを降りて左折。岐阜県道94号岐阜美野線を直進。国道418号線に入り右折。ネオ東板屋で岐阜県道255号ネオ谷組大野線に入り、上大須スダムに向かう。上大須スダム近辺は、道幅が狭く落石に注意が必要。 上オースダムの駐車場に車を止めて、上オースダムを渡り上オースダム西側の遊歩道を歩くと、上オースダム湖の奥が、登山口のネオ東口の駐車場広場に出る。広場から丸太の橋を渡り、左岸を行くと、資材運搬用モノレールが現れる。モノレールは右の沢に向かって上がって行く。登山道は左の沢に向かって上がって行く。 サモン竹左の谷と岩に手書きされている地点に出る。ここで沢の右岸に渡る。数回渡り返しながら登っていくが途中が危険で、ロープが張ってある場所等がある。ヘルメットがかけられ下にオイル缶が置かれている場所に出る。最後の沢を右岸に渡り沢に沿って登ると尾根に出る。尾根は道幅が広いが草が生い茂っている。山頂は眺望が効かない。 本津市ネオ地区と関市イタドリ地区協会から、東方は、河口戦力岩や、流紋岩類の新生岩や噴出岩類から、形成されている。サモンタケ付近は、ネオ村市によると、古生代二条木層、サモンタケ類層に分類される。サモンタケ類層は岩層により、下部から、大河原五層、魚坂峠砂岩層、久沢年番岩層、狭間谷砂岩層に区分できる。 サモンタケルイソはかつて中世代のジュラキから白亜紀に及ぶ地層として扱われていた。時代を決定するための化石は出土していないが、福井県側で気力業界岩や結晶質石灰岩を挟んでおり、またチャートを共有することは、個性層であることを証明するものであり、黒色年版岩歴を含む歴岩層のあることは、異常体積の産物で、この事実から、 サモンタケ類層は二条期中期から後期と推定される。全般に、旧ネオ村の大部分を覆う海の越前山地は、満層年的に浸食を受けて、休憩者代起伏の産地を成しているが、その高度は、濃厚白山の1617.3メートル、病部山の1354.2メートルを除くと、大部分は1000メートル内外の高さが、多く抵抗性を示しており、左モンタケも、 例外ではない。上オースダムが建設されるまでは、谷を底押しやぶを漕いでやっと登った山であった。現在も、深田久屋の日本の名山の基準に遠く、及びそうにない山と評価されている。ありがとうございます。